ピオ、どうもひなピオです。それでは本日もママに会いたい続きやっていきましょう。前回は怖い監視に追いかけられ、なんとか逃げ切り、お姉ちゃんに出会い、脳みそをもらってちょっと頭が良くなった僕って感じです。ってことでどうするんだっけ。あ、もう一回探索に出かけろってお兄ちゃんに言われたんで、じゃあ早速探索に出かけましょう。あ、またパクパクしてんねこいつ。早速話しかけるか。早くいなくなってよ。あんたがいるせいで、あの人に嫌われる。早くお腹から出て行ってよ。女になんて生まれるんじゃなかった。うわ、脳みそが手に入ったことで、ママに会いたかったのに、自分は望まれていない子だと認識してしまったのではないか。それちょっときつくないか？精神面的に。ちょっとこっちにも行く？一応、ロボットさんじゃねえわ。目玉さんに話しかけておく？あ、喋ってくれねえわ。で、ここは？血の跡を見てみると、ここに何かあると思うんだけど、腕がないと探せないな。そうだね。じゃあ、まだ探せないから。え、じゃあどうするんだろうね。お兄ちゃんを、ん？お兄ちゃんから腕、うわーびっくりしたー！どちら様？そこの暇してそうな6番目！ちょっとこっちに来やがれ。あ、男か。男か。ちょっとこっちに来やがれ！大暴れしてる種くんがいるんですけど。おお、なになに？ 3 番目の脳みそもらったんだってな。3番目なの？え？お姉ちゃんが3番目？で、この子は6番目って言った？ 6?6 人も？あ、そう。え、君は何番目？そのくせ、びっくりするぐらいしけた顔してんだな。え、誰？ 6 番目？ 3 番目？そんなの誰だっていいじゃんよ。なあ、そんなことより、お前かくれんぼ知ってっか？俺さっきから暇でしょうがねえんだわ。相手してくれよ。僕、ママの声を聞きに来たんだけど。君は誰なの？僕より小さい。見た目だけで判断しちゃいけねえぜ。そんなことより、ほら、かくれんぼしようぜ。俺を見つけたら、俺の正体教えてやるよ。あ、まさかかくれんぼ知らないとか？知ってるよ。君は誰なのか知らないけど。そう言われるとなんかちょっとイラッとする。いいよ、かくれんぼやろう。左下ですっげー荒ぶってる種くんがすごい気になる。あはいいね、そのムキになった顔好きだぜ。じゃあ始めるぞ。お前鬼な。10秒数えたら探すんだぞ。はい、始め。ほう、なるほど。1、2、3、あー助けてーし。5、6、7、8、9、10、ああ、10秒経ったけど、とりあえずちょっとお母さんの声聞こうか。1番目の子をはらんだ時は実感がなかった。まさかこんなに簡単にはらむなんて考えなかったから。もしかして嘘なのではなんて、現実逃避をしていた。ああ、なるほど。邪魔だって！おお、おお、ああ、オッケー。で、こっちは2番目の子の話かな？2番目の子をはらんだ時はかなり焦った。1番目のように簡単にはいかないかもしれない。とにかく周りにバレないように必死だった。周りにバレないようか。なるほど。お兄ちゃんじゃないわ、あれはお姉ちゃん。お兄ちゃんどっちだろうね。あれは何番目なんだろうね。2番目1番目、わかんないけど。この辺は別にでもいけるわけじゃないし、こいつは口を閉ざしているし。なんだ、止まったかと思った。何番目なんだろうな、彼は。彼でいいんだよね、きっとね。俺って言ってたし。ここにはいないが。ここは同じだ。なくなってしまえばいいんだと。で、この子は6番目って言ったから、どうしようかな。6ちゃんって呼ぼうかな。違う、6くんか。まあいいや。6くん。6くんか6ちゃんって呼ぼうことにしようかな。
それか僕。荒ぶらないで。どこにいるんだよ、かくれんぼって言った人。いないけど全然。こっち？こっちとかにいる？ここの辺とかにいる？違うな。あれか？お兄ちゃんのところにいるとか？かくれんぼか。かくれんぼな、私苦手なんだよな。体が結構大きいからさ、隠れるのも苦手だし、見つけるのもそんな目良くないからさ、見つけられないのよ。だからね、マジで苦手分野なのよ。ちょっと隠れんぼしたらね、私がすごいビリになる自信あるわ、私。おい。何をすればいいのか聞きに来た。あ？小さい子供を見かけたって？俺がここに来るまでに見かけたのは、姉貴だけだけどな。この辺りに隠れるとこもないはずだぜ。新しい受精卵か？いや、まさかな。そうだよね。だって私たち二人がまだここにいるのに、新しい子ができるとは考えにくいが。あれ？全部見て回った気がするんだがな。見てないところがあるか？あ、いた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 ！あ、頭見えてる！見つけた！あは、マジか、バレた！見つけたから約束通り。本当は結構ちっちゃいね、この子ね。じゃあ次。え、次？誰も一回だけだなんて言ってないぜ。あは、いいね、その困ってる顔。面白いぜ。頭悪そう。頭悪そう。あは、次も俺が隠れるから、ちゃんと探してくれよな。はい、はじめ。このゲームでのかくれんぼってさ、このロクくん走れないからさ、ちょっと待って、ね、走れないからさ、結構大変なのよ。時間がかかる。マップ切り替えに私は対応しきれないしね、しかもね。じゃあこっち側を探すか。もういいって、君は。わかったから。わかったから、ブロッキングピーポー。おー、オッケー。こっちだよね、隠れられるとしたらね。ここら辺？いないね。いないわ。いた！これでしょ！これ以外ないよ。これ以外ない。このこんもりしたものは、蹴ってみる。無視してみる。おい、待て！気づいてるくせに無視すんじゃねえ！おい、聞こえてるだろ？おい！ふふふ。だんだん面白くなってきただろう。顔が笑ってるぜ。そう言われるとそうかもしれない。これでさ、なんか蹴ってたらまたなんか違ったりしたのかね。蹴らなくていいんだよね。だって蹴ったらなんか虐待してるみたいになるよね。いや、そんなことより君の正体知りたいか？まあ知りたいよな。まだ教えない。今度はめっちゃ怒った顔してな。怒っちゃダメ。怒っちゃ。次もお前が勝ったら教えてやるぜ。また探すの？いや、次は俺が探す番だ。お前は隠れる側だ。はあ、しょうがないな。ほらほら、早く隠れないと。1、2、3、どうしよう。あ、こっち側に隠れなきゃいけないのね。じゃあ、この辺で隠れられるところあるかしら。無理か。どっか隠れ、あ、え、え、こっちも行けんの？なるほど。はぁ。気づかなかった。あ、ここあれだね。僕が、目覚めたところと似てるね。ここに目玉さんがいたよね、だってね。で、こことかに隠れられたり。無理か。ここは隠れるスポットではないのか。お兄ちゃんのとこ行ってみる？お兄ちゃんのとこだと全然隠れてるって感じしないけど。
これ10秒絶対経ってると思うんだけど。あれ今のは、あれさっきまであっちにいたような。そうだよね、あれ、うん、え、ちょ邪魔だって、うわー邪魔だっていちいちびっくりしちゃうんだよ。隠れるところ、どっかいいとこないかな。目玉さんかくまってくんね。あ、無理か。え、なんで二人いるんだろう。あの子たちも双子とかかな。同じ子に見えたけどな。お兄ちゃん、お兄ちゃん助けて、隠れさせてほしい、隠れる場所を教えてほしい。うん、聞きに来た。監視から逃げるときに考えてるってわけ？こんなところに隠れる場所なんてないだろう。あー、目玉野郎のロロ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 ロ、目玉野郎の後ろにでも隠れてみたらどうだ？あー、すぐにバレちまうか。なるほど。あれ、でもさっき私目玉くんに話しかけたけどね。ちょっととりあえずセーブしとこう。セーブして。うわー、びっくりした。何にも驚く場面じゃなかったのに。は？え？なんだ、あいつは誰なんだ一体。おお。尾行してるみたいになってる。おお、そっち行っちゃうの？私も目玉野郎の後ろに隠れるつもりだったんですけど。ちょ。え？あれ？団子が一つ多いね。さっきの子一個じゃなかったっけ？あれ？お、喋り方が女の子だ、これは。あら、びっくり。見られちゃったわ。あなた、今あのアホと遊んでいるんじゃなかったの？似たような人がもう一人。はあ？あんなアホと一緒にしないで。体が足りないと私たちの区別もつかないのかしら。ごめんなさい。確実にあの子とは違うね。ほんとキモい。まあいいわ。あなた、妹から脳をもらったみたいね。妹！なるほど。一番目と二番目か。え、どっちが一番目？あなたにはもったいないくらいだけど。それでどうなの？ママの言葉を理解した上でも。あなたはママに会いたいですか？もちろん会いに行きたいよ。そう。ん？ちょっと待って。あのお姉ちゃんが君の妹ってことは。おお、びっくりしたー！音で驚かせないでください、ルル。おい、どこにいるんだ？アホが増えたわ。どうしよう。かくれんぼの途中だった。ああ、目玉さんの後ろへ隠れる。ベッドの下へ隠れる。だってお兄ちゃんのアドバイス通りにしてみる？お兄ちゃんのアドバイスだったら目玉さんの後ろに隠れてたから。おお、一万円やったぜ。言っておくけど、その状態、めっちゃキモいわよ。なんかこんな、なんだろう、ちょっとほっこりするな。お前どこに隠れようとしてんのさ。面白すぎだろ。そこまで笑わなくても。ああ、そうだぞ。お兄ちゃんからのアドバイスを私は鵜呑みにしただけだ。おお、外からブンブン。だってごめん、面白くてさ。これこの選択肢とかエンディングに関係したりする？したらちょっと困るな。笑いすぎだよ。っていうより、ちゃんと遊んだんだから正体教えて。ちょっとアホ、まだ何も言ってないの？説明しときなさいって言ったじゃない。キモいのもいい加減にして。ごめん、後でもいいと思ってよ。キモ。まあ約束は約束だからな。教えたる。
実は俺らはお前らの兄ちゃんなんだぜ。あれ、お前らの兄ちゃん、この二人が兄ちゃんってことは君も男、こっちも男、こっちも男。あれ、私たちは監視に体を取られて魂だけになった存在なの。今ここで見えているのは体の失った意志のある魂でしかないのよ。なるほど。お兄ちゃんとお姉ちゃん、二人は僕たち、え、あ、お姉ちゃんで合ってんのか、よかった。二人は僕たち、え、僕とたちと、ん、ぼ、僕とたちと二人は僕たちと同じ双子なの。そんなに似てるかしら。こんなアホと一緒の血なんて嫌すぎるわよ。似てるけど違うんだぜ。そうか、お兄ちゃん、ん、あれ、どっちがどっちって言った、どっちが一番目かわかんないけど、あれだよね、その彼のお兄さんともできちゃったみたいな話してなかった。いや、してないか。あれ、やばい、記憶がおかしくなってるな。血は似てるけど完全一致じゃないんだ。俺からしたらこいつは妹だしな。こいつがお兄ちゃんなんて私は死んでも認めないけど、お姉ちゃんはとっくに死んでるのでは。いいじゃねえか、俺のおかげで楽しいだろ。早く死なないかな、このアホ。お兄ちゃんもとっくに死んでるのでは。ほう、なるほどね。ってことは一番目がこいつだ。一番目がこのお兄ちゃんで、二番目がこのお姉ちゃん。つまりは、彼との子供がこの子。で、なんか優しかったですよ。すごい教えてくれましたよ、あのお兄ちゃんの彼、え、お、ね、お、彼、あ、うん、あ、もうなんかややこしくなってきた。彼のお姉、違う、彼のお兄ちゃんが、との子供が2番目のこの子。で、3番目はよくわかんない。3番目はよくわかんないけど、僕の脳みそになってくれたお姉ちゃんが3番目で。あれ？でも私のこと6番目って言ったよね。あれ、なんか足りなくない？ 4 番目がいない？お兄ちゃんが5番目じゃんってことは。4番目がいないね。ん？どうしたらいいんだ？あ、喋ってくれないわ。お、何かよ、邪魔なんだけど。お姉ちゃんはなんでそんなに冷たいの？はぁ？みんながみんな身内に優しいと思ってんの？人からもらった脳みそちゃんと活用しなさいよ。これじゃ、もう全然今日喋れない。すごいのよ、あの、唇はめちゃめちゃ乾燥してるのに、内側だけめちゃめちゃもう、あの、よだれマックスなのよ。だからね、なんかとんでもなく喋りづらいのよ、今日。これじゃ宝の持ち腐れね。邪魔だから5番目のとこに、ごめんなさい。もう。邪魔だから5番目のとこにでも行ってきなさい。5番目？そういえばそれって何？あなたの双子の兄でしょ？アホは1番目。私は2番目。妹は3番目。あなたたちは5番目と6番目よ。そうだったんだ、知らなかった。早くどっかに行った行った。そこまで嫌がられるの心外だな。4番目がいないね。4番目はどういう子なんだろうな。ん？お兄ちゃん？お前のいろんな顔見せてもらったぜ。全部面白くて全部いいが、一番は笑った顔だな。お前は笑った顔が一番いいぜ。ええ、そう言われると。あ、またイラつくか？恥ずかしい。恥ずかしい顔もいいな。いや、なんか、あ、一番目のお兄ちゃんいいな。一番目のお兄ちゃんが、ちょっと、なんか、こういうアホっぽいお兄ちゃんが超好き。ってことで、ちょっと、じゃあ5番目のお兄ちゃんに会いに行こうかね。呼び方に困るね。確かに。あの、5番目とか1番目とか言いたくなるのはわかるわ。で、僕は6番目だから、まあ6くんでしょ？お兄ちゃん、みんないるよ、魂だけで。いや、ほい、
ねえお兄ちゃん、僕らのお兄ちゃんとお姉ちゃんに会ったよ。あ、俺らの？全然知らないな。一番目のお兄ちゃんと二番目のお姉ちゃんなんだって。それで脳をくれたのが三番目のお姉ちゃんで、五番目がお兄ちゃんで六番目が僕なんだって。それだとおかしくないか？四番目が空いてる。聞き間違いじゃないのか？確かに聞き間違いかな。会ったことないから姉貴以外は知らないな。会わないなりに理由があるのか。ちょっと気になるね。聞いてみる。あ、ちょっと気になるよな。ここに会いに来れないとかなのかな。お兄ちゃん動けないしね。で、記憶して、まだちょっと時間あるね。じゃあ話聞きに行こうか、もう一回。あー、もう前回はずっと怖いパートだったけど、今回はなんかかくれんぼパートとか、こう一枚絵とかがあって癒しのパートでしたね。やっほーお兄ちゃんお姉ちゃん。はい、あれ、ほい、あれ、話しかけられない。おい、あれ、ちょ、あれ、あれ、お兄ちゃん、あ、同じことしか言わないでござる。じゃあお姉ちゃんに話聞けばいいのかな。何かよ、邪魔なんだけど。あれ、同じ？うん、5番目。あれ、会いに行ったんだけどな。あれ？あれ？ここ調べられない？まだ無理？あれ？ん？聞きに来たけど何も言ってくれないよ。お兄ちゃん？お姉ちゃんたち答えてくれないわよ。うん、聞きに来た。4番目について調べてみたらどうだ。なるほど、後回しにしてもいいぞ。だって他にやることないしね。お兄ちゃんとお姉ちゃんに聞きに行くだけじゃなくて、4番目について他にもちょっと調べてみればいいのか。なるほど、じゃあ右の方行ってみるか。ほい。うわあ、もう分かった分かった分かったよ。うわあ、来ちゃった、助けて。え、お兄ちゃんとお姉ちゃんが止めてくれてる。うわあ、なんで、え、びっくりした、びっくりした。どうしたらよかった、どうしたらよかった。ん？お兄ちゃんとお姉ちゃんが止めてくれていたが、わあ、怖い。お兄ちゃんとお姉ちゃんが止めてくれているからこっちに行けばいいの？わ、もしかして監視って一体だけじゃないの？え、どうしたらいいの？戻れないし。ここ聞けばいい？うわー、入ってきたし。もうどうしたらいいんだよ。助けて。ああ、これさ、この監視ってさ、あれかな、子供を下ろすときとかに、こう、機械みたいな、機械っていうか、なんだ、カチャカチャするらしいじゃないですか。わかんないけど、それの音かな。うわ、辛い。ちょっと、そんな、次回に続きます。頑張る。じゃあね、バイバイ。おつぴよです。